そして気になるものとして僕あの習近平国家主席7月に韓国を訪問、これ実現しちゃうんですか。まあ当然実現はするんですけれども、韓国と中国の間はどうなっちゃってるんですか。で韓国っていうのはもともと中国ってすり寄ってた国で、でまあ私はこのニュース自体はなんかそんなに大騒ぎするほどっていうか、まあ、いわゆる国際情勢に大きな影響を与えるような、訪問ではないと思うんだけれども、まあ、一つ言えるのは外交偏差値が大変低いと言われて、今外交問題をもうその本当に周辺国全部とトラブルを抱えている習近平政権にとって、まあ、唯一韓国がもう友達になってしまった、頼るの相手になってしまった。でこれはやっぱりね、中国にとっては外交的屈辱では、屈辱って言ったらまあ怒られちゃいますけどもつまりね韓国に対しては、中国ってのはずっと下に見てきたんです。もう属国だと思ってる。 だってまあ歴史的に属国だし、で韓国の姿勢自体がもうすり寄るっていう感じで、まあ、もう属国意識丸出しなんですよね。でそれでまあやっぱりそんな相手をに対して、まあ、向こうがいくらすり寄ってきても中国はまあ偉そうにあの冷たくしてたわけですよ、これまでは。ところがまあやっぱり今になって初めて訪問するというところからも、要するに、まあ、中国のとって の, その外交パートナーとしてはかなり下のところなんだけども、ここでやっぱり会いに行って、でそれはまあ目的としてはやっぱりアメリカを主導とする、ね、アジア の, その対中包囲網に対して、やっぱり中国だけがうちの味方、あ韓国だけが、まあ、中国の味方だっていうようなことを改めてまあ認識したということなんだと思います。あの反日というところで一致したっていうことではないんですか。まあ、で行ったらね、多分ね慰安婦とかね、あそこら辺で、まあ、こう共同のね、なんかこう声明とか合意とかあの姿勢を打ち出すと思います。でも、まあ、正直韓国は前々からそういうことを言ってるわけですし、それを例えばそこでこう意気統合したとしても、まああの国際情勢が大きく塗り替えられるような感じではないと思いますね。これは韓国側がその招待してるんですか、それとも中国側が行くって言ってるんですか。これは前々からでも韓国は、まあ、こういうのは公式訪問で、来てくださいという招待だと思うんですけれども、で、まあ、こんだけ学校に外交的に、まあ、劣勢に立たされている中国っていうのは、まあ、ちょっと久々だな。で本当な、まあ、話題になったのは北朝鮮よりも先に行くねっていうことなんですけれども、北朝鮮って今考えてみたら日本とも直接交渉してますし、もう中国が北朝鮮情勢についてそのグリップ握ってた時代はあもう終わったんだなっていう、むしろそっちの方ですよね。これ中国の国内的にはその習近平さんに何かプラスになることあるんですか、韓国に行くっていうことは。まあだから外交的に劣勢に立たされてる時に、まあ、韓国の味方をこう味方、韓国の味方ぶりをきっちり、まあ、でもあんまりね、正直あんまりあの私はそんな重要なあの訪問では、やっぱりあのロシアとかね、まあやっぱり中国ってそれなりに影響力の強い大国であったので、まあ、外交をするというとロシアとかアメリカの、にどうするかというのはこれはもう、もう国際社会全体に影響のあるあの訪問なわけですよね、ロシアとかあのアメリカとの、その訪問は。では韓国にとってのプラスの方が大きいでしょうね、まあ、習近平自身にとってのプラスよりも、まあ、そうですね、まあ、あの韓国、あのパクフさん、パク大統領は、ね、今も四面楚歌だからね、もう、まあ、四面楚歌同士四面楚歌同士、まあ、外交的にじゃあ劣勢に立たされている同士が握手してもどうってことないだろうみたいな感じですか。そんなこと言ったら失礼ですけどね。あ、そうですよね。まあ、あの、まあ、日本としてはあんまりあの楽しいことは言われないと思いますけど、はい、ここでコマーシャルです。チャンネル登録もよろしくお願いします。